内山老師は人間の損得感情なんてどうせそのうち狂ってしまうに違いないと内山老師もおっしゃっています。ということはどういうことかというと、勝った負けた、幸不幸、頭がいい悪い、器量がいい悪い、そういう2つに分けたものの見方の世界イコール、それが凡夫のものの見方という、仏教の学びをする以前の私のものの見方だと思います。損をした、嫌なことをするのは嫌だ、そういうところから逃げてばっかりいるもんですから、いつもそういうことがつきまとってくるっていうのが現実の生活です。ところが、安泰寺に来て二相堂に行って、帰ってきて、なんとなくそのいつも逃げていた姿勢からちょっと損をしたとか、損をしているとか、嫌なことをしているという自分の思いを一つ乗り越えるというか、そこをまずは考えないようにして、今私はこの冷たい水の中で里芋を洗わないといけない、私はもうそれだけをするためだけに機械のように動くというか、そういうことをしていっていると、そんなに辛いとか損をしたとか思えなくなってきている、そういう気がします。なので、嫌なこと、めんどくさい、大義と思った瞬間に、そこをちょっと乗り越えるという、もしかしたら技か、そういうふうにしたら意外とそうでもないんだということに気づいたので、それを毎日続けているという、現状です。しかも目の前にあることをただするだけと言っても、この道元禅師の話だと、よく、しかもそれをよくするという、よく朝敵を平らぐのよくですね、この路中蓮が、ただ将軍の道なれば敵をよく打つのみなりと、よくという字が、二度出てきていますけど、ここの意味がちょっとポイントかなと思っています。目の前のことをただする、それでいいんです。ただする、ただやる。ところがですね、方向が間違っていたら全く意味のないことになってしまいます。そういうことは日常の安泰寺の作務でよくあります。今日も砂利を集めた砂利をぬかるんでいるところに、乗せるのに、アマンさん何を思ったか、なんかこうばらめけようとしたので、ダメダメダメ、そういう風にしちゃダメだって、そうすると手間がいるからって言って、一輪車の向きを変えて、その溝の形に合わせて、一輪車をこう開けた方がいいよっていうことを言いました。一つにはそういうこと、手落ちがないっていうことですよね。それをやってまた同じことをやらないといけなければ、それは欲とは言わないと私は思います。この欲という漢字を調べると、手落ちなくとか念を入れて十分に丁寧にというような意味合いになっています。ということを考えると、ただ行うにしてもきちんと的を絞って、やることが大事だというふうに思います。何ですかね、最近はボイラーの炊き方の
指導も改めて道長さんから何度かあったりするんですけど、私たちはなんか保険をすごいたくさん作って、薪をたくさんくべてたくさんのお湯を作る、まあ湯船のお湯をたくさん張る、ボイラーの温度も高くしておく、そうすると大丈夫安心という保険を私たちは作っていた。多分私がそのようにみんなに教えていたかもしれないと、最近ちょっと反省しているんですけれど、道長さんのスタイルは違うんですね。もう湯船の湯は最小限でいい、自分たちが疲れる、そんなゆっくり楽しむためのお風呂じゃないですから、こんだけでいい。でボイラーの温度も、こんな80度も70度も80度もそんな、天井が最後入るときに70度80度のお湯なんてもったいないと、そんなみんなが入ってあと一人の天井が最後入るだけのお湯でいい、まあせいぜい60度あれば十分でしょう、まあ、天井一人入るんだったら50度あれば十分、道長さんおっしゃっています。これも、私はある意味よくという意味合いではないかと思います。よく、なんか保険ばっかり作って、ああ自分たちは安心した、でも、薪はロスしている、もちろん時間もロスしている、お湯もロスしている、で次の朝になっても70度とか80度とか残ってる人が、この前私5日接種だったから、いつだったか接種の時期をした時に外回路筋品の雑巾絞りに行って行ったら暑くて手が入らないぐらいお湯が暑くて、どんだけ前の日にあげてたんだと思った、節がありますけど、まあ、それではまあ、よくとは言えないと私は思います、ということで今目の前に自分がやるべきことがいつも何でしょう、1秒ごととは言いませんけれど、どんどんこう場面が変わって自分がすべきことがどんどんこう迫ってきます。そのことに気づいて自分が、意味のある、その行為ができるということが一つの禅のスタイルというか、最近はそのように思っています。